名字の読み養護集今回のテーマは「西門」「祭りの文」と書いてこれは「モンと読みます「モンは祝詞の一種です厳密に言うと「ルで終わらない祝詞はモンにあたります「祝詞」を書いた「演起式」と呼ばれる書物の中にも書いてあります「西門」は陰陽道や新鮮道で 神にに祈る時に使う言葉ですモンの多くは中国風の表現を使いますこれは中国語ではなく例えるならば現代風のような異国情緒のある雰囲気の言葉を含んでいますそれは例えば東西南北とか託者安寧とかの四字熟語のような言葉を多用しています 地方の祭りなどで使われる祭門は、歌祭門と呼ばれていたものです。この歌祭門は、祭門節とか、デロレン祭門とかも呼ばれています。昔は山節が石状を振り、ホラ貝を吹きながら唱えました。そして後に、神獣など世俗的な出来事を取り入れて歌われるようになりました。 裁紋にはどのようなものがあるのでしょうか数え切れないほどの裁紋がありますがここでは3つご紹介します悪夢払いの裁紋先日の辰巳の会で質問がありご紹介したのがこちらですミシ死夢を幕の餌食となすからは心も晴れし明け物の,の空悪夢を見てしまい 気分が悪い場合にどうすればよいかということでこの細門を唱えることをご紹介しました悪夢を見てしまったという気持ちが晴れるということ自体にとても大事な意味がありますその辺のお話はまた夢のお話や辰巳のお会でいたしましょう良い夢縁起の良い夢のための細門です 長き遠のの眠りの南ザめ波乗り船の音のよきかなこれは基本的には初夢を見る時に冷風に嗅ぎたりして使います身近な細門をご紹介いたしましたが実際その多くは「払い」に使われます小野の小町が海鳴りを沈めた細門絵の子穂が 己と種を巻き起きて、泡の鳴るとは誰か言うらんこれは昔の奇妙な物語第94話に登場します。これは、えのこ鵬は、子犬の尾を尻尾に稲穂を結ぶことです。子犬の尾に真よけの泡の稲穂を結ぶと、王を追いかけてくるくると回る。 子犬は魔よけの実をまき散らしながらナルトの渦潮のように回っている泡の実が鈴なりに散ってナルトの海の渦潮のように音を立てているようだナルトの海の魔物よそなたのような小さな渦潮の音を聞いたところでただ子犬が自分の尾を見てくるくると回る音にしか聞こえないそれほど恐れるべき物事でもない いう意味がここには描かれています本日はサイモンをご紹介させていただきましたコメントありがとうございますいただいたコメントやメールマガジンへの返信でいただいているメッセージをもとに動画を配信いたしております最後までご視聴いただきありがとうございます 明度の伝承を暮らしに生かしていただけるように朗読やライブ配信などを毎日配信しております。それではまた明日良い夢をおやすみなさい。